養父市は養父市として魅力あるまちづくりをして、多くの方をこの養父市にいざない、そして養父市の活性化に役に立てていきたいと思います。このことは我々行政だけではできません。今日ご参加の皆さん方全員でこの道路をうまく使って地域を盛り上げるために頑張っていただきますようよろしくお願いいたしたいと思います。皆さん方の思いを象徴するかのことで非常にいい天気になりました。どうぞ今日は一日ゆっくりとお楽しみいただきたいと思います。そのうち晴れます。大丈夫です。一瞬です。これ見るだけで強豪医者が違います。いきます。さあよーし、さあ、夏頭、昨日は今頃真っ暗だった時。さあ、どうぞ皆さん、絵を描いて、そして手をつないでください。絵を描いて。